はい、毎度白浜でございます。今日泊まるところはここ城の巨塔でございます。さあ、どんなとこやろうな。ティラーティラー。あ、一応はついてんねや。昭和感が漂うけど、すごいすげえ昭和感が漂っております。オーシャンビュー、景色はいいね。さあ、晩ご飯、あのマグロ食べよう。大トロのみでマグロ食べましょう。閉まってるんじゃん、大丈夫、時間的に。どうなんやろ、ホタルの光流れてたらアウト。いや、流れてるやん。流れてる、もしかして。マジ残念。もう帰れみたいな雰囲気やったな。閉めます言うてた。閉めます。ここに来るときは早く来ましょう。はい、ということで晩ご飯は、今日はトレトレ市場が無理やったから、このトレトレ亭でトレトレ感を味わえるかな。海鮮バイキングって書いてある。海鮮丼作ったやん。作ろう、海鮮丼作ります。これでもかというぐらい取ってまいりました。向こうもだいぶ取ってるな。海鮮丼をいただきましょう。さあ、トレトレ市場で海鮮丼が食べれなかったので、こちらでリベンジしていきましょう。どんどん持っていきましょう。ビュッフェだからなんぼでも漏れちゃうよ。ビュッフェにこれだけ海鮮があるっていうところも珍しいね。これはいい。海鮮たっぷりの海鮮丼がいくらでも食べれます。うめえよ、ってか米がうめえ。さあ、机の上を滑って処理して2杯目でございます。カンパチの頭の塩焼きがありました。珍しい。このおめめちゃんの周りのトゥルントゥルンの場所が美味しいんだ。これあとは軟骨をゴリゴリいただく。これがまたうまいっす。魚の後は唐揚げで油コーティング、そして超ボリューミーなハマチのあら汁です。こちらももちろん頭を入れてまいりました。ネギもたっぷりでクソ芝好みに仕上げました。お味はね、こんだけあら入れとったら出汁が出てうまいっすよ、ほんま。あれあれあれ、マネしたスプーン一杯ですっごいすくいたな。どうしよう、ね、こんなん出てくるとこないでな。超ボリューム。食べ放題。美味しそうやで。うん、朝も入ってないんちゃう。あったラッキー。ほら、麺玉。あー、麺玉言うてるわ。え、なんて言うの。頭良くなるんやろ。そう麺玉。あ、今頭にうわーって頭が良くなった。うー、本物のわらび餅です。本物のわらび餅。いただきます。うまい。なんでまたとんねん人がこうやろうかなと思ってる時に、体を芯から冷やすつもりやね。体を芯から。夏やからね。ほら、もうお店屋さんやん。タララタタタタタララタタタタシューアイス。はい、毎度。クール。体が冷えてきた。寒くなってきた。あの、膝掛けしながらこういうもん食うのやめてくれる。唐揚げアレンジ。唐揚げにこのカレーをたっぷりつける。ちょっとカツカレーみたいな衣があるから。結局クソシバ鶏でフィニッシュでございます。ああ、食うた食うた。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうでしたか。体冷えた。コールド。胃が冷えてるよね。胃が冷えてる。内臓を冷やして燃焼今から。いや、けどなかなか良かったね。他のビュッフェでは食べられないものがあった。そうや、特に魚系が多かった。やっぱり海鮮バイキングだけ。海鮮バイキングだけ美味しかった。肉はちょっと美味しくなかった。あれはもういいや。肉はちょっと残念な感じだったけど、それ以外は美味しかったです。ごちそうさまでした。